皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回も我々が普段使っている 5G デッキの中にジホイドエクスカリバーのパーツを組み込んで 5G バトルをやっていきたいと思います。今回対戦するのはチョメマルと野水渡るです。よろしくお願いします。お願いします。それじゃあやっていきましょう。お互いのファーストデイ、せーの、じゃん。アストラルスプリガン、オーバー、ハイエクステンドプラスダッシュ、テン。ジホイドエクスカリバー、ザンザス、ハイエクステンドプラスダッシュ、ツー。ファーストバトル、レディーセット。スリー、ツー、ワン、ゴー、シュー。やれやれ、いない。欲しいぞ。いないんだ。アタックしたいとこにいないんだ。こうなったら飛ばしはするんだよな。飛ばしはするが。オッケー、スピンフィニッシュ。アストラルスプリガンに1ポイント。やったぜ。いや、いないんだよな、そこには。飛ばしはするね、やっぱ。そうね、弾く力はやっぱり強いよ。うん。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。ダイナマイトエクスカリバー、レガシーゾーンダッシュ Z、セカンドギア。ダイナマイトペルセウス、ギガドリフトゼロ、ファーストギア。チップは外しました。怖い、今の幅気なんだよな。怖すぎる。お腹でね、押してあげるとね、取りやすいよね。セカンドバトル、レディーセット。スリー、ツー、ワン、ゴー。いいよ、輝いてるよ。ちょっと暴れちゃったな。レイ自体が輝いてるよ。ちょっと暴れちゃってる。ちょっと暴れちゃってるよ。いいよ、センター取ったよ。いやー、戻ってほしい。いいよ、センター取ってるよ。戻ってほしい。戻ってほしい。真ん中に行ってほしいが。おっと、大丈夫。いやー、ちょっと遅いかな。もう戻ったの。ちょっと遅い気がする。ここで頑張れるかな。スピンフィニッシュ。ダイナマイトペルセウスに1ポイント。よし、ドリフトのバカ野郎。感触起こしちゃったよ。本音が出ちゃった。本音出ちゃったな。いや、それなんだよな。ゾンダステ途中の動きが良くっても負けるんだよな、最終的に。ゾンダステと大概だからね。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。ギルティバハムート、ザンザス、モーメント2。ギルティロンギヌス、オーバー、アドベンチャー、ナイン、ファーストギア。サードバトル、レディーセット。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。さあ、一撃二撃戦えた。俺のギルティが飛ばされてる。そうね。おお、あれだな、ザンザス引っかかってんだろうな。スピンフィニッシュ。ギルティロンギヌスに1ポイント。なんかすごい相手を浮かしてたわ、今回。多分ザンザスのこの辺とかじゃないのかなって思うんだけどね。アッパーバーがそこに引っかかるんかね。だってなんかへこんでるもん。この辺とか当たってるもん。うん、その辺に当たってそうな跡があるね。うん、相性は良くないのかな、そうなると。お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。サイクロンケルベース、ギガドリフト、ナイン。ワールドスプリガン、メタルドリフト 2B。 左回転にしました。フォースバトル、レディーセット。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。カメラ用意しとくわ。いやー、夏の風物詩ですね、このチルチリオンも。セミの鳴き声みたいに言うな。いやー、いい声で泣いてやがるぜ。さあ、いつ頃に撮影開始すればいいかな。もうちょっと撮る。スピンフィニッシュ。ワールドスプリガンに1ポイント。というわけで、5G バトルの勝者は、ノミズワタル。イエーイ。まあやっぱこのドライバーね、ちょっと異次元だね、ドリフトってね。あれだな、スタジアムがもうちょっと良くなればな。勝敗は決まりましたが、最後までやっていきましょう。お互いのフィフスデイ、
せーの、じゃん。オロルシファー、フォートレス、ネバー、フォーエー。バニッシュバハムート、レガシー、ゾーンダッシュ Z10、ハイモードにしました。ティフスバトル、レディーセット。3、2、1、ゴーシップ。あ、ちょっと怖い、怖い、怖いな。暴れるねー、ゴロちゃん。ゴロってね、意外と送り合い強いから怖いんだよね。いや、でもバニッシュはね、衝撃吸収するから、きついんだよね。できるだけ刃の位置を同じ高さにしたが、スピンフィニッシュ、バニッシュバハムートに1ポイント。よーし。モード選択がうまくいったと思うわ。はい、というわけで 5G バトルやっていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、ジホイドエクスカリバーを使った私の感想としてはやっぱりね、飛ばす力は強かったね。つぶやきさん太郎も対戦中、対戦後かなに言ってたけど、結構相手を弾き飛ばすっていう力はジホイドエクスカリバー強いとは思います。だからオーバー取るとかね、壁にぶち当てるみたいな、そういう戦い方は強いかなとは思うんですが、当たらない、これなんだよ。難しいよね、うん、そこ。そう、前も話したんだけど、このスタジアムで狙った場所にシュートするっていうか、その狙った場所を通るようにシュートするかな、正確には。これが難しいよ、できない、正直俺には。真ん中にとどまらせるか外周を走らせるかの2択ぐらいならできるんだけど、相手に当てるっていうのがね、なかなか難しいなっていうところですね。それができればエクスカリバーも、それこそまあアルティメットも強いんだろうなって思っちゃうと、ちょっともう少しなんかこうアタックタイプが当たりやすい工夫がね、欲しいなと思うところです。チャメワラね、ジホイド使ってないんだけど、エクスカリバーコアだけ使ったんだけど、あえてね、あのエルギアをつけることによって剣をね出させないように。そうだね、ハイモード固定になると剣はちょびっとしか出てこないようになるからね。そう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 、だからペルセウスコアにちょっと近い、そうだね、役割でカスタマイズしてみたんだけど、いやー、結構ね有利な立ち位置で言ってたんだけどね。そうね、こっちのドリフトが暴れちゃってね、あのドリフトの野郎にドリフトの野郎に負けちまったからね、いやー悔しいな。こっちから見てる話なんだけど、 Z チップ外してたじゃんね、うん、外してたけど姿勢崩さずに結構真ん中にピタッて止まってたから、調整をすればエクスカリバーコアでも持久タイプの使い方をするっていうのは無理じゃないなって見てて思ったね、うん、結構個人的にはコアいいなって思うね。そうね、エクスカリバーはありかもしんない、うん、ただエクスカリバーはロンギヌスと同じで真ん中ら辺にねメタルが集中してるけど、ペルセウスは外側にあるから、それが外重心とね内重心の違いで、内重心の方が姿勢は整えやすいけどスタミナが下がっちゃう、外重心の方があの姿勢がね最後崩しやすいけどでも持久力は上がるっていう特徴があるから、そこがペルセウスとの使い分けというか、エクスカリバー、ペルセウスそれぞれのちょっと違う感じになる点かなとは思った。そうだね。いやー、でもね、チョメマル的にはドリフトが、まあ自分も使ってたんだけどね、いやダメだって。ドリフト強すぎるから 5G デッキに1個にしようぜ。明らさまにこっち有利だったのに負けたもんね。そうね、明らかそっちの方がね、あからさま有利だったんだけど、なぜか俺のドリフトの方が最後回ってたね。おあれ俺いけるんじゃない、ええって思ったけど最後んって思った。やっぱね、ドリフトはね、メタルドリフトもそうだけど、他のね別のドライバーと一つ群抜けて強いような気がするからね、それが今デッキに2つ入るっていうのは、まあちょっとバランス、そのゲームのバランスとしてはあんまりよろしい状態、まあ、均衡が取れてるとは口が曲がっても言えないかな、うん、それにこのあとね、当選した人は究極ドライバーのメタルベアリングドリフトもね届いてくる人も出てくると思うから、そうなると 5G デッキの半分以上がドリフトの可能性がね高くなっちゃうのがちょっとね、うん、なんだかなって感じは。あと一つはゾーンダッシュ Z と、まあ残りハイエクプラとかだから、まあね 5G デッキの中身ほぼ決まっちゃうよねドライバーはっていう、ちょっとその多様性っていう面でカスタマイズができるホビーなのにカスタマイズが定まっちゃうっていうのは確かにちょっと面白み欠けるところになっちゃうのかなとは思う。まあ例えばさ、その 5G の中でもさ、強いドライバーですって言ってゾーンダッシュ Z、ドリフト、メタルユニバース、ハイエクステンドプラスダッシュ、あとまあ何かみたいな感じだったらさ、5種全部違うからさ、まあ面白いよねってなるけど、これがさ、ドリフト、ドリフト、ドリフト、ゾーンダッシュ Z、何かってなったら、さすがにちょっと
え、それはどうなのって思っちゃうとこはあるかなとは、正直なね、あまりそういうことを言うべきじゃないとも言われるかもしれないけど、俺個人のその一ブレーダーとしての正直な感想としては、それはちょっとカスタマイズできるバトルホビーとしてどうなのっていう感じには確かに思っちゃうかな、正直なこと言っちゃうと。まあ、1個は入れていいんだけどね、その逆転の一手としても取れるから、やっぱ同じドライバーがねいっぱい入っちゃうってのはちょっとね、まあ、多様性にも欠けるし、まあ、戦略性にもちょっとね面白みが欠けてしまうところはあるかなとは思っちゃうね、まあでもエクスカリバーねちゃんと飛ばす力もあるし、なんかレイヤーもそうだしコアもちゃんと使いようが、専用ってわけじゃなくて他の組み合わせでも使えそうなのがいいよね。そうだね、しかもディスクも強いしね、ザンザスね。そう、ちょっと今回は活躍はできなかったけど BU ロックもあるし、かなり強いタイプのパーツは多めに入ってるんじゃないかなとは思います。あとね、ソードランチャーもちゃんと入ってるしね。そうね、そんなソードランチャーやエクスカリバーが入ったジフォイドエクスカリバーも皆さん買って遊んでみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。